ひまりについて、冠婚葬祭入門という本が売れているという。理由はいろいろと言われているが、要するに衣食足りて礼節を知るようになったということだと思う。本来ならば衣食住足りてというべきだろうが、このことわざにはうまい具合に住の字が抜けている。まことに日本の実情に即したことわざと言わねばなるまい。誰が決めたか知らないが、昔からそういうことになっているのだという有無を言わさない教本というものはありがたいものである。何も考えずにそれに従えばよいからである。例えばこの本の通夜年季供養編には、末後の水は死者に血のつながりの濃い順に取るとある。なぜかなどという質問は許されない。昔からそういうことになっているのである。また遺体は北枕に寝かせると出ている。南向きに寝かせてはなぜいけないのかという質問も許されない。昔からそういうことになっているのである。だから何かことが起こったら何も考えずにこの本を開けばよいのである。子供の歯が抜けたら抜けた歯はどう処置したらよいか、ゴミ箱に捨ててしまってもよいものだろうか。この本の116ページに、子供の歯が抜けたら下の歯は屋根に、上の歯は縁の下に投げるとちゃんと出ている。では団地やマンションの子はどこへ投げたらよいか、それは残念ながら出ていないのである。大抵の人に覚えがあると思うが、知人や弱役などを見送りに行って駅のホームで発車のベルを待つという場合がある。お元気でとか、お気をつけてなどの別れの挨拶もすべて済ませ、別れに付随する考えうる限りの言葉を述べ尽くしたのに、電車は一向に発車しない。気まずい沈黙の時が流れる。視線が合うとどぎまぎして空を見上げたり、うーんなどと咳払いをしたりする。それでも電車は動き出さない。こういう場合はどうしたらよいか、早速例の本を取り出して広げてみる。321ページ挨拶編、ホームでの別れ。挨拶が済んでも電車が動き出さない場合は、まず休めの姿勢をとり、首を約10度右に傾けます。視線は電車の窓枠の左下角に定め、時々左手で髪を撫でつけるのが最近の傾向ですとある。実を言うとこれは嘘である。こんな記事は出ていないのである。でもこういう決まりがあれば助かるんだがな。